おはろばんは説です。ではですね、バイオセブン、バレットフッテージのドーターズですね、前回惜しくも、おそらくあれがバッドエンドでしょうね、マルチエンディングのはずですので、ハッピーエンドを目指して今回は頑張っていきたいと思います。で、今のところ私の推理ですね、なぜバッドエンドになったかというと、やっぱ鍵をいただいて、その鍵で逃げようとしてバッドエンドになったんですね。で、ブローラービールを使わずに終わっちゃったので、あれは何かしら使える可能性があると見て、わざと捕まるとか、そういうやり方があるのではないかと思いました。でも、ちょっとね、動画を見返して思ったのですが、キーピックで開けられるところはブローラービール、下のキッチンの隣のとこと、あと2階のバスルームですね。あそこも一つあったので、あの中に何が入っているのかというところですね。で、あともう一つ調べられたのが、ルーカスの部屋にあったトロフィーですね。何かくぼみがあるやつですね。あれに何かしらを入れて、屋根裏に逃げ込むことができるのかなという、私の推測ですね。で、その何かしらはめ込む、その何かしらがあるのは、あのバスルームにあった開かない引き出し。じゃないかなっていう感じで今回やっていきたいと思います。それと、マーガレット、あの鍵もらうシーンですね。あの部屋に、あのホールに何かあるのかな？その辺はよくわからないが、とにかく今回は別のルートで行きます。おっと、もう一つの結末でミアを探せ。悪夢の鍵は彼女が握っている。はあ、そういえばそうだったね。最初言ってたな、なんか。もう一人の女の人って、ミアはどこが、ミアはどこにいるんだって考えると、他に調べてないとこって言ったら屋根裏ぐらいしかないもんね。外には出られなさそうな雰囲気だったし、外に出られるならもうそのまま逃げられるっていうことになるから、それは絶対ないと思うんだよな。よし、この辺りは、子供じゃないの。そうだな、もう一人の方は寝てるわ、かわいそうに。寝かしておこう。ここに数日いれば町まで連れて行ける。えぐい、見えてる見えてる見えてる。ランドリーから綺麗な服を取ってきてちょうだい。ああ、きっと船の水か何かで汚れちゃったのね。ちけえな、何見てんの。着替えさせて、まあ、この辺はもう、パッパと行きます。あ、で、とりあえずこれ持って、あの子は子供部屋に運んだわ。すげえ辛そうだな。このキーピックですな。これをこの引き出しに使う。さあ何が入ってるのかしら。お、小さい部品。こいつが鍵になるな。これはボタンだったな。もう行っていいよな。あ、間違えた。うん、他には何もないから、そうだね、行っていいですね。さあさあ、ここからが本番です。これで屋根裏に行ったとして、別のルートがあるのかな？この子をきれいにして服を着せてやってくれ。OK。ボートハウスを見てくる。半分沈んでたからな。わかった。これは別にヒントじゃないよな。で、あのトロフィーだね。とりあえずはめる。お、来たー。で、一応登って、上を確認しておきますか。すげえ、なんか肩がつってる今。やばいやばいやばい。痛い痛い。あの、VR を上げる動作ですげえ肩が今つってます。すげえ痛い。ライターはつけられないね。なんかパソコンがあるな。これは、お?ゾイエ、俺の PC を勝手に使うのはやめろ。兄貴へ、操作丸見えのスマホと同じパスにしてんじゃねえよ、バーカ。それは、ルーカスもどうかと思うよ。そんなに使われたくなかったら、ね、もうちゃんとパスは変えとかない。なるほど。これが鍵か。待てよ。操作丸見えのスマホね。奴はスマホをいじっていた。そのスマホを覗き見すれば、ヒントは得られるはずだ。っていうかさ、いや、やめとこ。あんまり不用意に近づくとイベントが始まっちゃうからね。ちょっと、紳士が出てきそうになっちゃった。おっと、何か数字打ってんじゃないか。
なになに、わかんないな。え、あ、ただね、ただここであいつに近づいちゃうとイベント発生しちゃうからもうスマホを見れなくなるんだよな。でも操作してるのがなんかバレバレみたいな、あれ絶対ヒントだと思うんですよね。だから見たんだけどなんかよくわかんなかったしな、話しかけられることもできないから、いやー、とりあえず適当に撃ってみますか。これ他には何もできないから、操作丸見え、スマホのスマホと同じパスにしてるんじゃない。いやー、わかん、0314、やっぱ違うよねー。パスワードなんだっけ。あ、まさかこれでフラグが立ったのかな。あ、いや見えないなー。ちょっと待って、一旦離れて瞬時に見るみたいな感じの高等技術を使わないといけないのかな。パーッと行って離れてたから、ほっ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 、なわけないか。わからないのでとりあえずイベント進めます。パスワードなんだったっけやから、どっかに落ちてるとかってないよね。ただこれでルーカスのスマホは覗き見できなくなったんだよね。ルーカスがどこかにスマホを落としてるとか、そんなんじゃないか。この辺に落ちてるとかではないかな。あー、これもしかして間違えたかな。なるほど、あのヒントがちょっとヒントなんじゃないか。ヒントがヒントってなんかよくわからんが、もしかしたらもうこれ開幕早々なんじゃないかな。急げ、やつよりも早く。お前邪魔、どけ、邪魔だ。見えないな。まだ子供じゃないの。そうだな、もう一人の方は寝てるわ、かわいそうに。寝かしておこう、ここに数日いれば。スマホまで連れて行けるだろう。ゾイ、ランドリーから綺麗な服を取ってきてちょうだい。ああ、スマホ。きっと船のオイルか何かで汚れちゃったのね。着替えさせて、暖かいベッドで寝かせてあげて、ルーカスの昔の部屋がいいわ。嘘だろ、別の部屋にしてくれよ。ルーカス、静かにしろ、もう使ってない部屋だろう。お、消えた。夢だった。夢が叶ってよかった。消えたぞ。寝かせて、スープを温めるわ。今夜はスープが美味しいわよ。どうしてルーカス。で、次、スマホの画面を開いたときに、1019。よし、来た。このタイミングだったか。来ましたよ。道が開けましたね。よし。なんだっけ。1019。やつの誕生日か何かかな。よし。OK? ムカついたこと。晩飯中にスマホ見てたら、親父に殴られた。10月3日、お袋の料理に文句言ったら、説教された。10月5日、ヨガの練習してたら、ゾイに変態呼ばわりされた。かわいいな、ルーカス。10月6日、酔っ払った親父が何でもかんでもベランダの赤い工具箱に放り込んで忘れやがる。ベランダの赤い工具箱。ってことは、イベント進めて、ベイカーに、ジャックに追われていた時に、ベランダってそうだよね。あそこだよな。あそこ、くぐって抜けた時に赤い工具箱が何かあるはずだね。その中に、おそらくベッドルームの鍵か何かが入ってるのかな。よし、さあここからが本番ですね。どうしちゃったの。この家にいる限り俺の言うことには従ってもらうぞ。で、早く逃げないと。おそらくここを抜けたベランダの赤い工具箱、どういそこにあるはずなんだ。ここ開けろ。近づかないで。急げ。そこに多分あるんじゃないかな。で、あのルーカスのパソコン調べたから何かフラグが成立して、
ないぞ。あれ、ベランダっておそらくここなんだよな。赤い工具箱、赤い工具箱、あ、何かあるよな。だけど、あ、いけるいける、あ、隙間からいけたのか、これか。おっと、あ、中庭への鍵だ。え、犬のレリーフだっけ、あ、間違えた、魔剣のレリーフでも、ということはここから頑張ってマーガレット巻いて中庭に出るっていうことかな。その後が問題だね。さあ、ここからが本番です。ごめんルーカス、見捨てる。で、下から来るから、あいつに見つからない、いや、あ、見つからないように行くのかな。こっち来るかな。そのまま向こうに行ってくれないね。こっちに来ないな。よしよし。あ、よかよか、いや、いいよいいよ。で、こっちに行って、イベント発生するかな。よし、よし。気づいてないぞ。ラッキー。あ、バレた。見えない。暗い。トレーラーに行こうか。こんなのありえない。一応つけとくか。よしよしよし。なんとか、ルート2かな。分岐点に来たぞ。分岐点、ん？うん。もう何でもいいや。一応閉めとくか。おっ、ミアがいる。他に調べられるものは今のうちに。こっからはもう未知の世界だ。未知の領域か。ミア、大丈夫か。おっ、それ結成じゃないか。ベイカー家の皆さんへ、助けてくれてありがとう。でも私のことはどうか忘れてください。あの船で私はある大事な荷物を運んでいました。もしその荷物と関わったことが知れれば、必ずあなたたちに迷惑がかかります。署や警察には通報せず、私とも出会わなかったことにしてください。それと、大切なこと。船のそばで10歳くらいの黒髪の女の子を見かけても近づかないでください。話しかけられたら速やかにその場を離れてください。ただし、絶対に彼女の機嫌を損ねないように。もし今、あなたが何か不調を感じているなら、それはきっと最悪の結果を招きます。病院では治せず、死ぬより恐ろしいことです。でも助かる方法はあります。血清を打てば、ん、し、いや、しょうの、す、しん、なんか消えてますね。感染症のなんとかみたいな。あー、これでゾイは血清のことを知っていたのか。激しく字が乱れていて、続きは、判読できない。これはお姉ちゃん。マジか。近っ。お。あれ。寝ちゃってたみたい。おやおやおや、ようやく起きたみたいだな。まずいコーヒーの匂いで目を覚ませよ。ルーカス。大丈夫かい。昨日の夜は嵐でみんな大騒ぎだったからね。うん、大丈夫。でもすっごく変な夢を見てた気がする。小さい女の子が。朝ごはんを食べ終わったらルーカスを連れて嵐の被害がないか調べてくる。お前たちも家の周りを確認。それはいいアイデアね。前のハリケーン覚えてる。最初は被害が少なくても次に雨が降ったら大変なことになったんだから。よろしく。お姉ちゃん、怖っ。こうしてゾイの孤独な戦いが始まった。完全な支配こそ免れたものの、エヴリンの呪縛は次第に体を蝕んでいく。豹変した家族に追われつつ、ミアの書き残した血清を当てどころなく探し求める日々。やがて彼女の前にイーサンが現れ、血清の元へ導くのはまだ遥か先のことである。And so began the horror.
うわぁ、つらっ。つらっ。完璧最後ホラーだったじゃん。あ、終わったね。あ、はい、ということで、ドーターズ完全クリアかな、これで。はぁ。エブリンちゃん恐ろしす。まあ動画の時間こそ多分短いと思いますがね、まああの新エンドを私も見れてね、お見せできて、よかったと思います。はい、それではですね、とりあえずダウンロードコンテンツの、バレットフッテージボリューム1と2ですね、クリアいたしましたが、あとあともう一つあるんですよ。もう一つ、あと二つかな。これだね、イーサン・マストダイと、ジャック・フィフティファイブス・バースデーだったね。誕生日みたいな感じかな。うん、で、これは、あの、VR は非対応じゃなかったっけ？確かそんな感じですので、まあ、VR でやれるのはここまでという感じで、あとは、またね、ノット・ア・ヒーローとエンド・オブ・ゾイですね、が配信されたらまたね、やっていきたいと思います。はい。それでは、なんかもう、心ここにあらずみたいな感じの気持ちなんですけどね。はい。で、あの、嵐の様子を見てくるっていう話ですね。あれ、日記に書いてありましたね、本編で。よし。それじゃあね、最後までご視聴ありがとうございました。また、次回。は、次回は、どうしようかな。イーサン・マスト・ダイクはこのどっちかやると思いますのでね。もしよろしければぜひ見てください。それじゃあ、最後までご視聴ありがとう。バイバーイ。